はい、できました。今日のあちゃん家の晩ご飯は、鶏の塩焼き、雷豆腐、豆腐とネギの味噌汁、でぬか漬けは、小松菜、なすび、大根、きゅうり。以上、玄米で食べましょう。いただきます。どう？雷どう？うん。美味しいね。炊きたてちょっと硬いけど。鶏。うん。味鶏は。味がしっかりしておいしい、うん、雷豆腐うまっ、いい卵の風味がすごいわ。うん、井上くん、はい、朝の目覚ましテレビに出てくれた、久しぶりみたいな、井上くんも一応ジャニーでもうん、太ったな、ちょっと。玄米がプチプチ歯応えがあって。うん、おいしい。やっぱ鶏の塩もおいしいな。ヤマトマナと小松菜も食べやん。もうちょっと半生やな。結構いい時間に炒めたのに大きく切ったやつが半生やった。うん、うん、もう8分きっちり炒めたやつな。葉っぱはいける、葉っぱは美味しいよ。なんか雷豆腐にわさびつけてる、量がわさびあかんから
本来雷豆腐にはわさびを入れて一緒に炒めるんやけど、量があかんからね、雷豆腐にわさびを抜いてんけど、わさびこれあれやもん、あのええやつやもん、本わさび、本作り生わさびってやつや。お、ちょっとわさびをね、わさびを雷豆腐にくと、あー美味しい、もう美味しい。うん、今なったら、うん、15回になるけど、駆動する回るタイヤやろ、エンジンにつながっとる、あそこの前に座布団とか毛布とか積んで、あの巻いてな、かますね一回で、噛んで立ち上がらすね。無理に言ったら、キャベツも美味しいで、タレスって、うまい。寒くして溶けへんしょんじゃん。すごいな。いい状態作っとんの機械で。泣いてるとか言いながら調子乗ってたもんね。かくってやる。こんなあれやな、貸し切りやから夜中営業終わってかかりねえのな、ロケ大変やな、朝早いから。1日だけ貸し切ったの、力持ちそうではない、でも力持ちとな、普通の人とな、発車で別に押すだけやから関係ないじゃん、全力で押すじゃんちゃうから。あ、ない人よりもある人の方がいいそっちの方が雰囲気わらじ、なんか薄いから弱ねん、
ちゃくちゃ美味しい。雷豆腐、いつか作ろう作ろうね、近いうちに作ろうもんだって、できなかなかできへん。だってさ、お味噌汁作ってメイン作っとったら、ガスコンロ開かへんのよ。だから、なかなかできへんの、ね、よ。三口グリルは欲しいわ。水素はな、水にしかならへんからな。水素、酸素、ゲットがし、水にしかならへんから。バカすぎる。ってことは、ちょっと車に何か当てるだけバカすぎる。でもな、水素の車ができるっていうことはな、タンクに水いっぱい入れるやろ。でその水を、あれするやん、化学反応を起こすやん、電気で。ほんだら、うん、で水、純水の、ね、そこから水から酸素と水素を分離するやろ。酸素と水素に分離したやつを加熱、化合させたら爆発するやん。ほんなら水が出るやん。水をタンクに戻すやん。永久期間、永久期間、フリーエネルギー。なんでそれが販売されへんかってことや。病院と一緒、一緒、水素利権、燃料利権や。電気自動車でもな、電気モーターを回生ブレーキ言うて逆回転させてブレーキの時に充電してる。だから電気はエコや言うてるやん。でもそれだけでは足らんからって言うとるよ。でももう一個モーターつけてな、発電用のモーター回したね。それで回生ブレーキを常に回しとったら、ある程度充電するから航行距離増えると思う。なんでせえへんやろ。それが、うん、いろんな燃料利権があるねんな。いかに燃料利権に考えるかと。そうそうそう、始めはどれだよ、うん、うん、うん、いや、先端がいいって。リンク重ねるやんな。なんか使い方間違えてるやん。
鮭と鮭って何の違いなの？いや、サオも鮭やけど鮭って言うてしまった人がおるんじゃん。でも鮭とクレって言うかな。鮭の方がいい。鮭の皮って服にすんねや。なんか臭そうやな。そうだよ、毛皮とかな、服にするけどな、魚毛服にするってすごいな。ヤバンジーな、味噌汁食べへんの？味噌汁、普通に豆腐と美味しいで。あ、臭いとこまでいかへんな。野菜がめっちゃ美味しいの。さ、あの鶏のエキスを吸って。なんかこれアザラシ。アザラシの皮あったはずやな。確かに。後ろの人が痛いんじゃん、上かぶってくから、うん、美味しい。
完食しました。美味しかった。今日のね、雷豆腐と、豆腐の味噌汁結構ね、美味しかったね。やっぱ豆腐いいね。なんか癒されるというのか、じゃあ好きなんで、はい、ということで今日のあちゃんと、まあ、プチ和食というのかまあね、鶏肉、地鶏の塩焼き、なんか久々に鶏食べた気がするね。昨日ラーメン屋さん、おとつい、豚屋かな、おとついは茶は、おとつい鶏食べたね食べたね。その前豚やったね。何やかんや食べてるかな。その前牛やったでしょ。久々に鶏食べた気がするんだけど、うん、鶏は美味しいな。ごちそうさまでした。まだ口の中に玄米がね残ってね。ということで今日のあっちゃん家の晩ご飯、地鶏の塩焼き、それと雷豆腐、豆腐とネギのお味噌汁、美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで今日のあっちゃん家の晩ご飯、良かったと思った方は高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。